この投げていく中で腕の周りでどこが一番速いかをちょっと見といてね。最後のリリースの部分を一番速くしたい。じゃあそのリリースの部分を速くするためにどこを速くするかっていうことなんだけど、ちょっと見といてね。そこリリースを速くするためにどこかを速くするから、どっちかって言ったらこう入ってこっち側に上に行ってしまうことが多いから、はい、力抜いて、そう、力抜いて、そう、ここからバン、ここからバン、そう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 、それで投げてごらん。シャドウいいよ、すぐ足の裏を返す、そう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 、せーの、左、右、左、できた？せーの、左、右、左、いい？こっち側にボールが抜けるんですよね。なので、その練習方法として、ちょっと立ってもらっていいですか？これ、大丈夫ですか？投げるときに、自分の右足を見て、投げる練習。そう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 。なんで、この練習をしたかっていうと、今、この右足を見ることによって体の中で